羽生譲る、分散プンさんの雨なくても、水な祝福に米記者驚き、ファンが愛を示したご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートのオータムクラシックは13日、日本時間14日、男子ショートプログラムで羽生譲る、ANA が98.38点で1位。五輪連覇王者が貫禄の首位発進を決めたが、 試合後は恒例のプーさんの雨ではなく、プーさん色の一面バナーで祝福。一風変わった光景を米名物記者が熱狂的なファンが愛を示したと画像付きでレポートし、反響を集めているプレゼント投げ入れ禁止でファンが譲るバナーで客席埋めるフィギュアスケートのオータムクラシックは13日、日本時間14日、男子ショートプログラムで羽生譲る ANA が98.38点で1位。 五輪連覇王者が貫禄の首位発信を決めたが、試合後は恒例のプーさんの雨ではなく、プーさん色の一面バナーで祝福。一風変わった光景を米名物記者が熱狂的なファンが愛を示したと画像付きでレポートし、反響を集めている冒頭の四回転サルコーに転倒こそあったものの、以降は安定した内容で SP を演じ切った羽生。五輪連覇王者の帰還を待ち望んでいたファンからは拍手が降り注いだが、 いつもと違う光景が。客席からプーさんが投げ込まれず、一方で多くのファンが譲ると書かれたプーさんと同じ黄色のバナーを掲げ、羽生を祝福したのだ。日の丸と共に揺れる光景は圧巻だった。今大会はプレゼントの投げ込みが禁止されているため、ファンたちが代わりに取った衰な行動。米名物記者のジャッキー・ワン氏も驚いたのか、実際の様子を画像付きで公開し、 オータムクラシック2019はギフトの投げ入れ禁止のルールのため表情にプーがいないが譲るがたくさん。熱狂的なファンが私たちはあなたを愛してると示しているとツイートした海外ファンからもプーさんシャワー来ないんだ誰もユズのファンを止められない中国のファンがこれをやるんだよね。中国にはユズのファンがたくさんいるからプーの雨見られなくて悲しいなどといった反響が寄せられていた。 14日、同15日のフリーでは、今季ウ人で優勝を目指す羽生ファンの変わらない熱烈な後押しを受けながら、最高の演技を目指す羽生譲る名優ハビと再会舞台裏の一枚が、海外に感動を呼ぶ、君たちが恋しいよ。フィギュアスケートのオータムクラシックは、12日にカナダ・オークビルで開幕。五輪連覇王者、羽生譲るは、13日、日本時間14日の男子ショートプログラムへ向けて、 12日、同13日は公式練習に臨んだ。華麗な4回転ジャンプも話題を呼んでいたが、舞台裏では名優との再会が実現。五輪公式メディアが実際の様子を画像で公開すると、海外ファンの感動も誘っている。公式練習後にフェルナンデスとの再会が実現。フィギュアスケートのオータムクラシックは12日にカナダ・オークビルで開幕。五輪連覇王者、ハニュー・ユズルは13日。 日本時間14日の男子ショートプログラムへ向けて、12日、同13日は公式練習に臨んだ。華麗な4回転ジャンプも話題を呼んでいたが、舞台裏では名優との再会が実現。五輪公式メディアが実際の様子を画像で公開すると、海外ファンの感動も誘っている3月の世界選手権以来となる実戦のリンクに帰ってきた羽生。舞台裏では嬉しい再会が待っていた。 公式練習を終えて引き上げると、そこにいたのは、トンチャン五輪銅メダリストのハビエル・フェルナンデス。スペインだったフェルナンデスとは同じブライアン・オーサーに指示。いわば兄弟子だ。久々の再会を果たした二人は抱擁を交わし、休校を温めていた五輪公式メディア、オリンピックチャンネルの公式ツイッターでも、二人の再会シーンに脚光を浴びせ画像を公開。オータムクラシックのバックステージで再会。 ハビエル・フェルナンデスが元トレーニングパートナーのユズル・ハニューを迎えたとキャプションをつけて投稿している。二人の姿が海外のフィギュアファンにも感動を呼ぶ。すると、久々の二人の姿に海外のフィギュアファンも感動を隠せない様子だ。現代で最も素晴らしいスケーターたち。これは夢かハビ、いつまでも素晴らしいライバル。そして素晴らしい友情。君たちが恋しいよ。ハビもユズも愛してる。心温まる写真。 二人を一緒に見たい。お互い会えて嬉しそう。心が和らいだ。などとコメント欄では反響が広がっていた。フェルナンデスが昨季限りで引退するまで忍びを削り合ったライバルでもある二人。羽生にとっても大きな刺激となったはずだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。